はい、どうもグリです。トリクルやっていきましょう。ということで今回は新ランキング愛と情熱の評価対決ということで新ランキングが来ております。で、スゴフェスの日ということでね、3周年のね、記念すべきフェスの日なんですけれども、一緒にお嬢とジンさんとあとタナさんがねいてくれてるんで、まあ多分声の参加はお嬢だけかなと思うんですけれどもやっていきたいなと思います。で、今回は評価スコアなんで、コストを下げてタップもうまくという感じでねやりたいんですけれども、一応編成は自分でやった編成で、タップはお嬢にやってもらおうかなと思っております。で、スコア見ていただくと分かる通り結構ね頑張って、まあ、これ以上はちょっときついかなと思うんですけれども、一応今現状1位になってて、これねもう確認取ってあるんですけど、あの2位の方タナさんです。勝ってます。でね、ずっとね2人でね戦ってたんだけど、まあもう本当1000だね、うん、だからもうこれ以上多分きついと思うんですけど、まあ実際ちょっと行ってみましょう。はい、ということで編成はこんな感じになっております。で、ディアマンテが入ってる理由は、3倍戦が終わって3周年のねイベントで11日から必殺技レベルがマックスで始められるっていう風に変わってね、なのでスタート同時にディアマンテが打てると、それを活用してどんどん進んでいく。で、まあタップはねちゃんとしていかないと評価につながるので、そこはしっかりちょっとお嬢にやってもらいたいんですけれども、付け本番なんだけど、そう、大丈夫大丈夫。で、あのね、グレートとかを出しちゃっても全然この編成はいける。で、今進化前のディアマンテを編成に入れてるんですけど、これ進化後でも問題ないです。まあこれはあくまでスコアを出した編成なんで、全然ねこの空いてるところにまあキャラクターを入れてしまっても70万を超えられるかなと思うんですけれども、一応あのブルージャムが最後のエンハンス用意になってます。あとはまあ船長効果だね。ということでいきましょう。はい、頑張って。こっちでいい？あ、いいよ。まあ相当なミスをしない限りいけるはずだから大丈夫。期待してるよ、期待してるよ。ほら、うん、そういう煽りかな、うん、ちゃんとディアマンって言ってね。はい、で、まあ一応船のね効果、さっきも言った通りもうマックスですぐ発動できるので、ディアマンテをすぐ打ちます。タップは全員するの？します。してください。はい、順番はもう適当で大丈夫だよ。ここはあのディアマンテの結局最後すっ飛ばせるから、まあパーフェクトを取れば。はい。大丈夫大丈夫大丈夫、手が震えてる今。大丈夫だ、落ち着いて、うん、大丈夫。このままどんどん進んでいってもらって、で途中でねあのディアマンテが切れるんで、そこであのディアマンテ2体目自分のやつを打つと、そんな感じです。で、まあ、さっきも言った通りその進化後のディアマンテでも問題ない。で、この空いてるところに、まあ、コスト低いやつを入れてもいいし、多分ねこれもう限界まで下げてる編成なんで、全然あのなんだろう、進化後の力属性の野心タイプ入れちゃっても問題ないと思います。どう、順調？うん、よし。これ70万超えてもらわないと動画ボツになるからねっていうプレッシャーを与えていくからね。ここは、ね、ここはあのバイオレットに合わせて、うんうん、で普通にタップしていくと。大丈夫、飛ぶ。誰から？あの亀、ペンギン、うん、まあスロットが揃ってないからディアマンテ、うん、タップ。どうした？大丈夫です。大丈夫、うん、大丈夫。ほら全然余裕だから、うん、でこれで飛ばせると。はい、でここの次気をつけてね、ディアマンテ切れてるでしょ。はい、これでディアマンテ打ちます。これね何回も忘れた。そう、さっきの86万出すのにだいぶね苦労したの本当に。でもわりかしあれだね、ぶっつけ本番にしては順調。やればできる。うん、やるべき。いっぱい DK。うん、これ知ってる人いるかな。うん、YDK だからね。そう、で、この次がボス戦か。うん。はい、で、ボス戦入ります。で、ここでブルージャム打ってタップすると。ブルージャム。うん、頑張って。頑張って。ブルージャム。うん。で、一応エンハンス持ってるんだよね、野心タイプ。はい、で、まあもう固定にはなってるから、まあそのままもう始めちゃっていいんだけど。
そう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 これダメだよ、絶対ダメだちょっと待ってちょっと待ってよ、分かんない、これでもこれやるかもしれないじゃん、うん、そうそうだね、ちょっとちょっと一回やってみよう、最後までやってみないと分からない、うん、まあこれがお嬢クオリティっていうことですよ、そうなんだよ、うん、全然食らない大丈夫、ちょっとあ、ほら死ぬよ、死ぬよ、ほら、ほら死ぬよねえ、わざとやってるよ、わざとじゃない、だって真面目だわ、何もなかった、うん、ということで、これ4回目ですあ、全部もうあの、全部あれ動画になってるから、大丈夫、みんな見てるから、ね、またミスったよーっつって、いやもう本当にね、ここで、本当にそう、ブルージェム使って、うん、で、まあ軟化されてるけど、うん、ここでミスじゃなければ、まあ、ミスじゃなければ OK なんで、うん、まあ別にね、こんなギリギリの戦いをする必要もあんまりないんだけど、まあちょっと高得点をね、狙うのはっていうのでね、ちょっと動画に収めたかったんでね、あ、これ飛ぶんじゃない多分、マジで、あ、これどうかな、ダメ、いやでも、わかんないからちょっとタップしてみよう、これで倒せたらもうこのまま終わりにしよう、うん、うん、ぜひ楽しみ、グレートがさっき 2回出たのかな、2回、うん、で一応初めに瀕死にすると回復だけなんで、特殊効果打ち消しなしなんでね、だから追撃も残ると、だからまあ一応倒すことはできるんだけど、ここでパーフェクト多分1回、あ、パーフェクトじゃない、グレートか、うん、グレート1回だけだったら多分飛ばせる、ワンパン可能と、軟化されててパーフェクト、でも多分スコアは全然余裕でいくと思う、うん、余裕ですね、で今回70万が、まあ、最低版になってるんで、だいぶ余裕でいけるんじゃないのかなと、うん、で、まあ、一番初めに言った通りですね、その進化後入れてみたりとか、あと野心の力をその空いてた部分にね入れたりとかしても全然スコアは70万以上は出せると思うんで、で、前回のね、そのランキングの動画で俺のスコアを超えたよっていう人がいらっしゃって、うん、そうだからね、ちょっと今回も怖いんですけどまあこの86万っていうね、スコアもし抜けた方いればですね、ぜひコメントしてみてください、ということでお疲れ様でした、もうやだまた今度やろうね、やだもうやんない、はい、で他にもいろいろ動画撮ってます、ぜひチャンネル登録お願いいたします、お願いします、高評価もぜひよろしくお願いいたします、お願いします、それではグリとアジョでした、バイバイ、バイバイ、ありがとう、面白かった